アメリカ・フロリダ州のロン・デ・サンティス知事は、共産中国に資金の一部を投資している民間の資産運用会社から、同州の巨大な年金基金の管理を取り戻そうと動いています。ロン・デ・サンティス州知事は、この動きはフロリダ州の投資を保護するためのものだと述べ、中国企業の不透明な体質と人権侵害への関与の可能性を指摘しました。 これらの問題は主に北京政権に直接関わるものですが中国企業にも関係しています。それは中国企業の多くが中国の警察や軍組織と協力しているからです。デサンティス知事はフロリダ州の退職金制度に対し中国企業にどれだけ投資しているかを確認するよう命じました。また外部のファンドマネージャーから投資決定に関する議決権を剥奪しました。 デサンティス州知事は声明の中で、これらの大企業が中国の反対に直面した時の振る舞いを見ると、彼らは中国共産党に言われるがままに検閲を行い、そしてひれ伏して謝罪していると述べています。アメリカは全体的に中国から切り離すべきだと思いますが、まずはともかく我々の投資を中国から切り離すべきです。 フロリダ州は現在、全米で4番目の規模の退職金制度を持ち、2000億ドル、約23兆円の資金を保有しています。私が求めているのは、現在行われている投資について、中小企業庁が調査することです。私たちのことはほとんど知っていますが、他のいくつかの州に比べて、中国への投資はおそらく非常に少ないです。 しかしそれでも人々がそれを知ることは重要だと思いますそうすると議会が再開されたときこれが中国共産党であるとして法改正を行う可能性がありますそれは私たちが巻き込まれたくないための手段です近年連邦政府も疑わしいと判断した中国企業への投資規制を厳格化していますアメリカ財務省は 中共軍を支援しているとする企業の制裁対象リストを作成しています。そしてアメリカの投資家がそれらの企業の株を買うことは禁止されています。それでもアメリカ人の貯蓄の多くはアメリカの州政府や年金基金を通じて中国企業の資金となっています。アメリカ政府のデータによるとカリフォルニア州は1992年以来 84億ドル、約9600億円を超える資金を中国の証券に継ぎ込んでいます。これに続くのがアラスカ高級基金の20億ドル、約2290億円超とテキサス州の教員退職金制度の10億ドル、約1140億円超です。他にもニューヨーク州、ニュージャージー州、コロラド州、ウィスコンシン州、ケンタッキー州、 オハイオ州などが中国に大規模な投資を行っています。NTD ジャパンがお伝えしました。